はい、皆さんやハロー、作れるのななみんです。いやー、すごい自宅待機が長引いてしまって、もう2ヶ月ぐらいずっと外出自粛をしてるんですけど、まあそのせいでだいぶ髪とかも伸びてしまって、で、一体いつになったらこの騒動というか収まりが見えるんだろうみたいなことをやっぱり気になるわけですよ。で、まあいろいろ調べてみたら、ドイツのサイトで、人が自由に出歩いた場合とそうじゃない場合で、どんな風に、ウイルスが感染していくかっていうことについてシミュレーションできるウェブサイトを見つけたので、今回はそれを使って、実行していきたいと思います。このウェブサイトは、誰でも簡単にマウスカーソルだけで設定値などを変更できてシミュレーションができるので、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ皆さんもやってみてください。いろいろ面白いと思います。そんなわけで今回はウイルスシミュレーターを実行していく、ターン、エンターキー。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはこの corona-magazine.de っていうサイトにアクセスします。で、そうすると早速もうシミュレーターが出てくるんですよね。で、シミュレーターが出てきて、これはなんかワシントンポストの、割と医学的な背景のある発表に基づいて作った、シミュレーターらしいんですけど、ちょっと詳しいことはあんまり僕は疫学とかの専門ではないので、何も言えないかなという感じです。なのであくまでただ実行するだけっていう感じですね。で、これは全体の母数が、この点々がたくさんあると思うんですけど、この全体の母数っていうのが、左側と右側各200あります。で、下のゲージは、この右側を、右側の数字に、ステータスについて変更ができるっていう感じになってます。で、実際に、実行します、一度。で、これは、ゼロなので、ゼロというのは何がゼロかというと、その、自宅待機をしていなくて、外に出歩いている人、フリーに出歩いている人ですね。この number of people moving freely on the right っていうので、まあ、権利に基づいて自由に出歩いている人々の数をゼロにして実行した結果が今のです。で、これを例えば、200人中150人ぐらいにしましょうか。一度150人ぐらいにして、もう一度実行します。クリックするだけなので誰でも簡単に実行できるので、ぜひ試してくださいっていう風に実行すると、どんどん点が赤くなっていくんですよ。で、赤くなっていって、その後黒くなると、これが死者数ですね。で、徐々に死者数が増えていったり、全体が赤くなっていったりとかしていって、で、やがてまあ収束するっていう感じなんですけど、どのぐらいで収束するかな？もうちょっと時間がかかるのかな？うん。これはおそらく、200人中、23人が、亡くなって、177人が、リカバードっていうことは、一度感染しているので、集団免疫を獲得している場合のパターンっていうことになりますね。なので、この青くなった人っていうのは、集団免疫を獲得した人々っていうことになります。で、これを仮に、8割の接触を避けるっていうふうになると、200人いるので、8割というと、あれ？200の8、2割は、なんだ、40か。単純な計算がね、ちょっとダメでしたね。なので、40人、母数200に対して40人が、自由に出歩いている状態っていうのが、8割の接触を避けている状態。8割の接触を、リデュースしている状態っていう形になると思うんですけど、そうなるとどうなるかというと、結果は、
このように割と赤くなっていきますね。で、赤くなっていくんですけど、その一方で、集団免疫を獲得している人もそれなりに出てきているっていう感じになります。で、数字の方を見ていくと、徐々に、リカバードの方が増えていって、インフェクテッドがもう残り8なので、デッドが1ですね。で、インフェクテッドが残り1になったので、そろそろ収束するっていう感じですね。で、最終的には151人が集団免疫を獲得したっていう感じです。で、死者数が1ですね。これを、左側はソーシャルディスタンスなしなので、これは多分設定値としては、全く誰も何もしないパターンですね。で、右側がその2割の人だけが動いている、で歩いている状態っていう形です。まあ、ほとんど同じタイミングで実行したんですけど、実際実行すると、右側はまだかなり赤が少ないのに対して、左側はすごく赤くなっているのがよくわかりますね。で、同時に、左側は集団免疫の獲得も早いことがわかりますし、それと同時に、現時点で死者数がかなり多くなっています。26人の方が亡くなるっていう、200人中26人の方が亡くなるっていう形になりますね。右はもうすぐ収束しますね。右は今のところ死者数が0です。はい。8割減らした場合、今度のシミュレーションだと、157人が、回復したっていう形になりますね。こういう感じで、まあ、死者数で言うと26と0なんで、だいぶ差があるかなというふうに思われます。これはあくまで本当に、医学的見地に基づいた何かというよりかは、ただのシミュレーターなので、ここから何か言えるかというと、何かこう、どうするべきだとかっていうのは何も言えないんですけれど、実際の社会っていうのはやはりこの裏側にこう、医療的な、その、受け入れられるボリュームの限界であったりだとかっていうのはあるわけなので、何とも言えないんですけど、他にもいろいろ、オープンソースでシミュレーターとかはたくさん出ているんですけれど、疫学的な知識のバックボーンがないと、なかなかちょっと読み進められないというか、ただプログラムを実行して終わってしまうっていう形になってしまうので、今回はすごくシンプルな誰でもできるやつっていうので、これを紹介しました。まあ、こんな形で簡単に誰でもシミュレーションできるので、なんかおそらく、自分でシミュレーションをしてみた方がいろんなことに納得感があるんじゃないかなと思って今回はこれを紹介してみました。ぜひ皆さんも、やってみてください。今回はこんな感じで、以上ですっていう感じで終わっちゃいます。このチャンネルでは最先端技術などを使って、シミュレーションだとか、実証実験だとか、仮説検証だとか、まあなんかいろいろやってるので、ぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それから、コメント欄にこんな実験してみてよとか、こんなプログラム書いてみてよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄にコメントください。はい、というわけで、今回は以上です。皆さんもぜひ試してみてください。では、またねー。